まあ、タイトなスケジュール、それから猛暑、この2つと戦ってきましたけれども、気温が2020明治安田生命 J1 リーグ第19節、柏レイソル対横浜 F マリノスの一戦です。最終ラインの大見オライガド、小池ラストパスこぼれた、エリキ、いやオフサイドです。を入れてクロス、まあその出てましたね。まあどちらかというと、ヘッド、その場で待ち構えて強烈な一発。これでオルンガは18ゲーム17ゴール。いやこれ左足アウトスイングのボールですけれども、こういうところにボールが入ってきましたね。マリノス側はゾーンで構えてますから、まあそこのボールは前のゾーンのところで引っ掛けたいところなんですけれども、まあその前に山下ですかね、入ってきたことで、まあ、少し後ろ側が遅れてしまいましたね。はい、オライワード、ハンドはありません。ティーラトン、速いボールでエリキ、前半終了のホイッスルです。1点リードのレイソルに選手の交代はありませんでした。セカンドハーフです。スペースにいいボール、最後はプレーっていうのは結構ファール取ってたんで、まあ、選手がそういう感じになってしまってるんですよね。中川、エリキ、マルコス・ジュニオール、三つ丸が蹴ります。ニアに山下が来る、で大谷ですかね。そうですね、はい、その後その前に仲間がいて、右に対して少し影響力ありましたから、はい、これはオフサイドを取ったんですよね。あっとチャンス、中川切り返し、ラストパス、ティーラートン、決定機でした。 F マリノス、渡辺康太、足元、エリキ、エリキ抜け出した、右足、渡辺康太からエリキで決定機、まあ、中盤で渡辺康太が少し抜け出すと前線は1対1になっている場面が多いんで、まあ、こういうシーンは出てくるでしょうね。これも奪い返します。渡辺康太、サイドからティーラトン、いいところを通して中川が受ける、前田大然へ、中川、中川、エリキ、追いついた F マリノス、最後は中央を崩してみせました。これ横パスもらって、まあ、縦につけたんですけれども、ちょっとミスになったんですよね、相手に取られて。でもこの後のスプリントですね。で当然これ早いんで、まあ、あの古賀はもう縦を抑えるしかないですから、横に出てたこのエレキがフリーになったんですよね。まあ、それでまあシュート、はい、いやでもリスタート早いですね。エレキ、エレキ運ぶ、エレキラストパス、ルーズボールはゴール、 F マリノス逆転。いや今リスタートからですけど早かったですね。これあのファールの後すぐにつけて、これ背後へパス入れたんですよね。ですからファールになった瞬間にマリノスの選手は動き出してますし、はい、まあ、柏レイソル選手はもうちょっと間に合わない、いつも後追いのような状況になってましたからね。これはマリノスの特徴ですよね。最後はオンゴールです。スライディングした大南、
いいパス交換です。和田が絡んできます。入れ替わって中川、前田、決定的な3点目。完全にサイドから崩してみせました F マリノス。いや、この中川のハーフスペース取りに行く動きですね。これはまあおそらく中はそんなに見えてないんですけれども、まあ、あのタイミングであればディフェンスラインとゴールキーパーの間だろうということでボール入れたんですけれども、そこに前田がしっかり詰めていた。まあ、これは本当にチームとしてのプレーモデルというところが得点につながったシーンですね。試合終了。中川大丈夫ですか？この裏ですかね。